ぼっちザイデアのボイスはもう聞いてあるので、その他のなりきり花婿のキャラクターのゴスマリのボイスを聞いていこうと思います。ゴーストか、なんかゴーストになったらさ、椅子座れなくて腰苦労しそう。やっていきましょう、なりきり花婿。エペリンゴだ、懐かしいなこのカードも。うわ、これ丸屋おばあちゃんの昔の姿にそっくりだよね。さすがにゴースト近くにいなかっただろうけど。演技でもプロポーズするのってちょっと緊張する。練習とかした方がいいかな。演技を前提に結婚してください。これでいいんじゃない、誠意を持って。はい、エペリンゴエペリンゴエペリンゴリンゴ。大暴れしたの内緒にしてくれる？特にビルさんには秘密で。ありがとう。全力で後悔するよ私は。全力でね、命をかけても単位を落としても報告させていただく。ゆっくりじっくり。あざと可愛いなエペリンゴは。はあ、王子様の役なんて気乗りしねえべ。じゃあトレイン先生にやらせる？味がある生き王子王子様になると思うけど。でも王子という概念が来るんだよね。そしたらベールボーイをしたことがあるんだけど、緊張して右足と右手を一緒に出して歩いちゃったんだよね。すごっ。縄跳びの要領でってこと？縄跳びウォークね。あれはなかなか一般人にはできない歩き方だと思う。花嫁の幽霊、いつか王子様がって待つだけじゃないところ、少しだけかっこいいかな。白雪姫の悪口ですかそれ。エペリンゴエペリンゴ、白雪姫講座するからこっち来て。白雪姫は辛い目にあっても夢を見続けることができる、心にゆとりのある素敵な女性だよ。無関係な人を巻き込んでポケモンゲットだぜ。する花嫁とひどい目に遭わされても誰にでも優しくできる夢を見続けるプリンセス、どっちが素敵か教えて。将来は好きな人と一緒にリンゴの木を育てながらジャムを作ったりって お話があったな。ジャムおじさん、ジャム王子様もいいんじゃない？ジャムキングダム、ジャムか。じゃあ白雪姫にさ、ジャムをパンの上に塗ってもらって、でその匂いにつられて王子様が白雪姫の近くに来たっていう設定ならいいの？逆にジャム入れれば何でもいいの？ジャム買えへん。え、顔をしかめてたかな。こういうかっちりした服慣れてないから動きにくくて。しかめっ面にジャム。僕はこういう服着るの苦手だけど、バッチャおばあ様は見せたら喜ぶかも。後で写真撮ってくれる？丸屋おばあちゃん、え、ゴーストと一緒に？どうだろう、喜ぶのかな。あーってすっごい大声聞こえて、町中の人が集まってゴーストの首打ち取りに来ないかな、みんな。豊作村から大丈夫かな。僕はこういう服着るの苦手だけど、バッチャ、あ、バッチャ、バッチャの話聞いた。おばあ様はありがとう、見せたら喜ぶかも。後で写真撮ってくれる？バッチャル YouTuber。 僕だって大人になればきっと身長も伸びるし、好きな人を守れるくらいたくましくなってると思う。なんかこだわってるね、だいぶ王子様像に。ふーん。でも最近のプリンセスってさ、プリンセス自体が結構強いパターン多いから、なんかあんまり守られるとかいうイメージないよね。いろいろなプリンセスがいていいと思うんだけどな私は。ね、多様性じゃなくて一体性になってるよね。わかる？エペリンゴ、あんまり固まった思考でいると思想を忘れるぞ。エース君は容量がいいし花婿の演技も上手そう。
僕はよく大婚約者ねって言われるから心配。え、農家としては嬉しい褒め言葉じゃないの、大婚約者って。ブローチが気になる？僕もこれは少し気に入ってる。リンゴのモチーフ、メンゴイベナ。かわいい。リンゴのモチーフいいな。リンゴってとりあえず何でも似合うよね。リンゴってなんかもうリンゴの存在自体が可愛いからな。アイドルも果物のモチーフのアイドルだったらリンゴとか争奪戦になりそうだよね。みんなリンゴ選びそう。だって語尾に何々リンよとか簡単にキャラ付けできるじゃんね。リンゴって素晴らしいね。祖父母は喧嘩すると仲直りの印に好物のリンゴパイを一緒に焼くんだ。そういう関係憧れる。え、おばあちゃんってさ、ちょっとさ、なんか顔がな、お、大きくなってるっていうか、あれって年なのかな、それともさ殴り合ったからなのかな。殴り合った結果、やめましょうこの話題。やり直そう。そういう関係憧れる。そうだよね、やっぱリンゴパイって美味しいよね。すごい、リンゴパイさえあればとりあえずみんな幸せになるよ。リンゴパイ争奪戦とかさ、リンゴパイ決戦とかさ、リンゴパイブレイキングダウンとかね、リンゴパイでいくらでも企画できるからね。ああ急にちょすなや、喧嘩だば買うぞ。え、リボンをきれいにしてくれただけ、ごめん。おいおい、売るのはリンゴだけにしとけよ。うざい NRC 世だね今の。一緒に馬に乗りたいの？いいけど遠慮なく走らせるからちょっと怖いかも。逆さ乗りできる？やってごらん、俺を信じろ。リリアちゃん召喚室、かわいい。リリアちゃんちっちゃいな。わあ、なんか紳士だよね、清潔感が。だって部屋が汚い人だとは思えないでしょこのイラスト。かっこよさを目指したつもりが愛らしさもダダ漏れとは。罪作りよのわしは。確かに、いくらカワウソに怖い衣装を着させたって可愛さが溢れ出るのと一緒だよね。カワウソ系男子かも。あ、男児、いや おじいちゃん、な、おじい。本気のプロポーズ聞かせてもよいが、ときめきすぎてそっとしても知らんぞ。うわ、ゴーストたちが立ち上がってウェーブし始める。うわ、かわいい、本当にかわいいな。かわいいね、リリアちゃん今日もかわいいね。地と思考を変えてみた、決まっておろ。決まってる、もう決められてるともいいね、決めさせられてるとも言う。かなり決まってる、決定権は君にあり。昔からフォーマルな場といえば堅苦しい制服ばかり着とった。華やかな清掃は新鮮じゃな。堅苦しい制服、あの堅苦しいって物理的にってこと？あの衣装だよねきっと、甲冑だよね。あ、物理的に硬いって意味なんだ。あ、はあ、まあ確かに、なんかお偉い方とか甲冑とかの清掃の方が身の危険とかは守れる気がするよね。甲冑を義務化すればなんかある程度リスクは下げられそう。でも過ごしづらいか、眠れないか、昼寝とかできないよね。異国には夜中に披露宴を行う文化もある。日光が苦手なわしにはうってつけよう。わあ、え、これが世に言うクラブってやつでしょ。 DJ リリア見たい。サングラスかけてね、盛り上がってるかのう。囚われた者を救いに敵陣へ乗り込む RPG みたいで楽しいの。相手がイデアなのはやる気半減じゃが。悪口言ったリリアちゃん。ぼっち財天に悪口言った。ああ、
いつも言ってるからね、人の悪口、ぼっち罪だよ。かわいそうに。え、でもさ、え、これ現実世界でもあったよね。だってマネノア様を、え、これもさ、なぞられてるってこと、現実。え、思い出したのかな、ちょっと。ぼっち罪だよを見て、ぼっち罪だよを見て思い出すか、マネノア様。くふふ、我ながら似合いすぎてて、思わず笑みがこぼれたぞ。これなら誰しもがイチコロじゃの。確かに。もうある意味リリアちゃんの可愛さってドンキだよね。イバラ模様のリボンをキュッと結んで完成じゃ。ん？どうした？かっこよすぎて声も出ないか。なにそれ、みんなそっとしてる。今焼肉やってたら鉄板の上に顔面ついちゃってる。あっぶなよ。よかった。好みのタイプ、お互い自分らしくいられる相手かの。一緒にいて楽しいと思えたらなおよしじゃ。わ、いいね、リリアちゃん、やっぱ広いな視野が。さすが草食動物みたいなとこあるよね、リリアちゃん、視野の広さ。わしより背が高いのに、リドルは随分と身長の低さを気にしておったな。あやつもまだまだ青いわ。あ、顔は赤いけどねってね。え、ウギッチさ、なんか血圧上がりすぎて、その顔の方に怒りの時に養分が持ってかれて、どんどん栄養が出てしまって体が小さくなってるんじゃないの。茨の谷では結婚や生誕の祝いに魔法で祝福を授けることがある。あ、魔法にあふれた土地柄かの。夜の祝福あれ、俺に給料あれ。生涯の愛を誓うなど生半可な覚悟では無理よ。人生の先輩が言うのだ、心に留めておくといい。うわー、今聞くとすっごい来るものあるね、リリアちゃん。だってあの人生だよ。人生は冒険ばかりではないよね。人生は落胆、冒険、あと拍手喝采、絶望、肩車、この要素が混ざり合った世界だよね。ほれ、おいたはそこまでじゃ。ま、ちょっかいを出したくなる気持ちはわかるぞ。わしは魅力的じゃからな。いたたたたたた、これがリリアちゃんの板バックか、板バックハグ。さまざまな恋愛模様を見てきたわしだが、恋バナとやらには疎くての。お主、共に語り合わんか。恋バナに疎い？え、だって恋してたんだから恋バナってうまいんじゃないの、リリアちゃん。え、どういうことこれ。喋れる方じゃないの、だって自分で実感してたタイプでしょ。リリアちゃん、ん、どういうことこれ。ちょ、わからない、よく。はあ、今日もうぎっとこうかな。うぎー、今日もウギバイオリンでウギっとこうかな。ウギウギウギ。静香ちゃんのバイオリンってウギって言うよね。うわ、ローズハート、いいな。これ全員分実装してほしい気持ちあるね、このスーツ。紳士だよね。会ったばかりで結婚なんて、花嫁の考えは理解できない。よくそんな簡単に人を好きになれるものだ、ね、アナに謝れ。アナに土下座。ごめんなさい、感情的になりました。まあいいじゃない。私もちょっとウギッチの気持ちわかるけど。理想の相手か。時間にルーズな人はお断りだね。で、何を言わせるんだい。終電知らずのおなご様、ウギッチローズハート。っていう人はウギッチはダメなんだよね、きっと。ハーツラビルの王者として花嫁に誠実なプロポーズをするよ。花嫁、花アレルギーだったらどうする。花の歯むしる。ハートの女王は夫婦仲がとても良かったらしい。あ、秘訣があるなら僕の両親にも教えてあげたい。でも結構さ、ハートの女王大きいから、なんか愛情表現難しそうな気がする。確かにね、うん、夫婦仲良かったよ。あ、だからウギッチも、ウギッチのお母さんもそうなのかな、きっと。大切な人には
毎日愛の言葉を捧げなければならないとルーク先輩が言っていた。大変なんだな。でもそういう人でも浮気するよね。どうなってんの？言葉って嘘の壁で塗りたくられてるよね。なんだい、人の顔をじっと見て。いつもと雰囲気が違う。ああ、髪を耳にかけているからかな。かもね。耳にかけるだけでだいぶ印象変わる。あとアホ毛が変わってないっていうのがこれ気になるんだけど、このアホ毛はアンテナか何か？折っちゃダメなのかな？触覚とかかな、これ通過が入ってんのかな。花嫁の理想の王子様の条件は外見に偏りすぎじゃないかな。僕は中身の方が大切だと思うけど。でもある程度外見はなんかみんな無自覚に選んでる節あるんじゃない？わからないけどね。なんかそういうのも込みで好きになるっていうイメージあるな。わからないけど、うん、どうなんだろうね。でもウギッチはなんかその言葉は誠実に見えるな。あの絶世の美女連れてきたら本当に信用なくなるからね、ウギッチ。フラワーホールに飾ったバラは寮の庭に咲いていたものなんだ。ほら、いい香りがするだろう。本当だ。うん、おでんの香り。ポムフィオーレのエペル。見た目の割に芯のある男のようだ。つい応援したくなるね。リンゴだけにね、エペリンゴ。へえ、エペリンゴはアップルに就職するとかじられちゃうのかな。ハリネズミの夫婦もフラミンゴの夫婦もすごく仲がいいんだ。いいことだね。あ、嬉しそう。みんな夫婦仲良し。まあ確かに夫婦は仲良い方がいいよね。ね、夫婦って上下関係できたらなんか気まずそう。エースも身なりを正していれば礼儀正しく見えるじゃないか。いつもああしていればいいんだ。身なり、いや、それができてたら NRC 生じゃないからな。うん。清掃すると親とパーティーへ出席した時を思い出すよ。並んでいたケーキがとても美味しそうだった。親の親も来てるのかな。親の親の親も来てるのかな。どこまで来てるんだろう。親か、いいね。そういうパーティーも言ってた。だからしきたりが高い、敷居が高いパーティーなんだろうね、きっとね。多分みんな金の指輪つけてる。清掃すると親とパーティーへ出席した時を思い出すよ。おやおや、並んでいたケーキがこれはこれはとても美味しそうだった。おや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 、わっ、どうして上着をまくろうとするんだ。アルバートのチャームが気になる。スート型だよ。上着めくってもいいでしょう。なんかスクラッチと上着はめくりたくなるよね。清掃を必要とされる場での振る舞いには自信がある。君にもエスコートの仕方を教えようか。エスコート、いいんですか。逆から読むと特殊栄光、愛のボーテを奏でよう。ミソカッパ頑張れ、ボーテ工場長。うわ、かっこいい。生徒なんかもうボーテ工場長って糸目キャラとしての判定若干かすってるよね。愛のために戦う者は皆美しい。あ、終わり？愛のために戦うもの、確かに。愛が救うパターンもあるしね。だいたい愛が救うドラマって愛じゃなくて力がものを言ってる気がするな。はい、ボテマリー、ボーテ工場長のゴーストマルチ。私はカリウド、ハートを射止めるのは得意なんだ。私はモアナー。これなんか一回入れないと気が済まなくなっちゃった。新しい自分との出会いだ。ありがとう、ボーテ工場長。
ボーテ工場長のボイストレーニング。どうだい、王子様に慣れたかな。王子様にも慣れてるし、ホテルマンにも慣れてる。どっちにも慣れてる。結婚か。美しいものがあれば目と心を奪われてしまう。移り気な私にはまだ早いかもしれないな。うわ、まあ季節と一緒で移り変わるものなのかもね。濃い山手線。逃げられると追いかけたくなる。恋愛と狩りはどこか似ているところがあるね。あ、追っかけられたいより追っかける派みたいな、そういうこと？追っかけたいのかな、追っかけたい声をしたいのかな。相手が素早かったらどうするんだろうね。追いかけ続けるのかな。もう若干ホラーシネマティックにならない。美しいものは尊い。でもそれは見た目だけで決まるものじゃない。おお、中身ね。確かにそうだよね。美しさは中身から。あなたと一緒に前を向こう。このスポーツドリンクを飲んでね。はあ、汗と一緒に涙も流そう。ポカリです。どう、この CM 誰か採用してくれないかな。君はどんな愛の言葉に心を動かされるんだい。ぜひ教えてくれ。どんな言葉に動か、え、チュキ。詩を作るのが好きだ。でも言葉だけでは気持ちを表すのに足りなくて、ああもどかしい。言葉にできないんだ、小田和正。エース君は熱い心を持っているんだね。褒めたら嫌がっていたけれど、トレビアンだ。あ、エース、ハートだからね。なんたって心臓だからね彼は。なんかなんだろう、もう脳で動いてるというか心臓で動いてる感じはあるよね、エーストラップだって。自分が赴くままに旅に出てるイメージある。洋服と同じ色のタキシードを選んだんだ。散ってしまったビルに敬意を示そうと思って。え、この時リップになったのかビル。あ、そっか。だから今のビルはボーテ工場長からすると墓から舞い出たビルになるのか。ビルテッド。今まではビルイングだったけどビルデッドになったね。ロア・ドゥ・ローズ、リドル君の持つ鋭さ、激しさ、まさに鋭い棘を持つ真紅のバラそのものだ。なになになに、もう長い。リドル・ローズハートの名前より長くなってる。ミドルネームこれ以上つけないで。元気がいいね。君と毎日一緒にいたらさぞ楽しいことだろう。あ、ウィンクした。うわ、これリップサービス。瞬きもしてる。あれ、あ、ウィンクできなくなってる。はい、エース。髪型すごいな。ん、俺があなたを一生幸せにしますって感じ。やり直しって感じで、やり直しになった。カスタネット持ってる。どうよ、どっからどう見ても理想の王子様だろ。私の王子様像は違うな。ティモシー・シャラメみたいなイメージだな。ん、言っとくけど、フリでプロポーズしてるだけだからな。本気とか思うなよ。うわ、これが理想の王子様像。ツンデレでしかなくない、王子様というか。大面ツンデレだよ。プロポーズバシッと決めるぜ。あ、エース。でもいろんな王子様いてもいいのかもね、こういうちょっとチャラめの王子様。王子様って感じしないけどね、あんまり。でも王子様もいろんな像いてもいいかもね。例えばじゃあいつも軟体してるタイプの王子様とかね。
漫画とかドラマで好きなやつにバラをプレゼントするじゃん。あれ絶対恥ずかしい気がすんだけど。なかなか壁ドンとかね。あれ壁ドンって実は力を示したくて壁に穴を開けようとしたんだけどできなかったっていう節もありそうだよね。ゴーストを相手にするのって大変なんだな。一緒に住んでるお前にちょっと同情したかも。ゴースト？こちらのゴーストはなかなか性格悪いですよ。恋愛ね、俺にはよくわかんないけど、一緒にいて楽しいやつかどうかが重要じゃない？まあ、人によるわ。確かにそれも一つの基準かもね。一緒にいて楽しい、まあ、つまらない、うん。仮面夫婦だったらいいかもしれない。仮面カップルとかだったら、だから素性も見せないみたいな。もう顔も見たことない、声も聞いたことない、むしろ何もわからないみたいな。ハートのエースらしくギュッと花嫁のハートを掴んでやるぜ。え、仕留める気？ハートってさ、なんかトランプカードだとさ、特殊効果持ったりしないよね。なかなかただただ柄が可愛いっていうイメージあるね。はい、俺はまだ恋愛とかいいわ。今はお前たちの面倒を見るので忙しいし。まるで恋愛ができない男マダオ。理想の夫婦像？そんなん人それぞれじゃね。幸せの定義だって人それぞれだしさ。え、それ分かってんなら好みの定義も人それぞれじゃない？難しいね。もう何も喋れない、何も言えない。せっかくだからってルーク先輩がヘアセットしてくれたんだよ。あの人器用だよな。ボーテの真似してる。一回1000円ね。ボーテの真似。このロゼットの文字見える？サムさんに魔法で入れてもらって。で、さすがに近寄りすぎ。何してるの？え、急に匂わす。多分この主人公芸能人と付き合ったらすぐに匂わせするタイプだな。きっと何でも匂わせする。もうむしろ顔写しちゃう。俺絶対に結婚遅いタイプだわ。え、そういうやつに限って？なわけねえし。いや、なんかすぐに結婚してセグウェイで通勤してそう。え、待って、エースってか結婚する気あるんだ、もともと。んだよ。あ、俺がこんな格好してんのおかしいって言いたいんだな。まあおかしいね。天地がひっくり返っても自分ではやらない格好だよね。俺こそがあなたにふさわしいって。こら返せ、それプロポーズのカンペなんだよ。カンペ、うわ、もうカンペなんて用意して。相手はカンペを見てない。ぼっち沿いでもカンペを見てない。心から喋ってないよね、カンペって。別にカンペを否定してるわけじゃない。そのカンペでコピペしてやろうっていう志に怒ってる。私はカンペすんなよ。ねえ、まあスポーツで技術を盗むのはありだけどね。緊張する、緊張する、あ、すごい緊張する。プロポーズより緊張する。はい、はい、はい、見ていられない。情けねえ面すんな。リドル寮長、俺が片付けちゃっていいっすか？僕を差し置くとは度胸が終わりだ、ね、油断が。お、えらい、ちゃんと食べ終わった後の片付けするって。みんなの分。あれ、ウギッチは返事ウギーかと思ったんだけど違うんだ。